昔から男たちは世界に思いを巡らせ夢を追っていた。なかなか温まんないぞ。いや、僕は君が羨ましい。僕もあなたが羨ましい。いや、僕の方が羨ましいよ。他のにして。あのね、パパがね、クリープにするのには訳があるんだよ。ちゃんとよく読んで。よし、行こう。あれ？ん？ポーション。ニコスで買いましたの、このスカーフ。そうです。ちょっと。ニコスで買いましたの、このバラ。あ、このこれ。ニコスで買いましたの、この口紅。ニもう死に至らしめんとした陰謀の数々、この問答すべて見通しでござる。そろそろ年貢の納め時。皆さんもちょっと考えてみてください。古畑任三郎でした。大丈夫だと思いますよ。これだけ一致団結してことになられたんです。彼らならきっとうまくやっていきますよ。きっと。確かにそうだ。まだまだじゃないですか。今頃の時の状況をもう一度再現してみる。警察もいろいろと考えるので、罠にもすがる思いでして。でですね、小柄といえば西園寺君です。はい、返事しなくていいんだよ。本当です。論理的な方だ。あなたは二人が買い物の帰りにいつも遊んでいちゃついてるの知っていた。だからわざわざ私を送ってくれ。いかがですか。見事だ。全てお前の言う通りだ。Thank you.
砂が見たい感じたいと思う時にもういなかったわけだから、ちょっとピンとこないんだけどね。うちの前のもこれからとか、で京都行ったらたくさんのスタッフたち、古いスタッフたちがね、親父の現場での話とか、まあ、そういうの聞いて、まあ、役者としての生きづらをなんとなく感じてますからね、まあ、それだけでもよかったなと思ってます。頑張れ。樋口慶太郎役の田村正和さんです。よろしくお願いします。今回16年ぶりの共演を果たした2人。見た目はねあんまり変わってないんだけども、ちょっと背が高くなった。そうですか。そうですか。女優さんとしては凄まじいほどの成長、僕は今回感じたことと、それから以前からあの高子ちゃんの作品拝見してるんでね、わおすごい、ね、あの女優さんになったなと思って見てたんでね、これからも大変楽しみに拝見してます。